まさか街中でここまでの数を展開してくるとは思わなかったぜ。連中が重火器を持ち出してこないのがせめてもの救いか。諦めちゃいけないのよ。当然、俺はローゼンキャバリエだ。胸に正義、後ろに美少女を守る限り、諦めるなんて文字は俺の辞書にはない。それは、夜が暗ければ暗いほど、闇が深ければ深いほど、煌々と照らす一条の光。悲しみが深ければ深いほど、心が痛めば痛むほど、燦然と輝く一条の光。その心は闇を払う銀の粒。その涙は闇を払う金の翼。乱戦に持ち込めば、そうそう発砲もできないだろう。実戦経験の差を見せてやるよ。クソ、貴様ら本当に人間なのか。遅いんだよ。僕も。それからな、俺は人間だ。本当の希望はただの人間の中から出てくるものさ。だから俺は人間だ。ぼーっとしてちゃダメなのよ。俺がメイを信用してるってことさ。もう。しかしこいつら本命じゃないな。本気で戦うつもりがないみたい。あの城へ行かせないための時間稼ぎね。それに奴らも引き際みたいだな。伏せろ。ここで撤退するってことは、まさか。やはりか。ボロステーション、間に合わなかった。ここまで来て、目的も果たせず、孝太郎とあの子も守れず、陰謀にいいようにされて、俺はそれでも騎士か。しかしな、お前だってあれがなんだか。
生きている限り終わりじゃないの。どんなに痛くて辛くても明日は必ずお日様が昇る。そうだったそうだったな。だから決して諦めてはいけないのよ。私たちは私たちのできることをやるの。そうだな、まだ終わりじゃない。行こう。ふん、光太郎お兄ちゃんのところへ。にゃお。光太郎さん、月子さんは。ああ、なんとか大丈夫みたいだ。早く病院に連れて行かないとな。無事だったか。そっちもみたいだな。ごめんね、手間取って。でもよかった、みんな無事で。メイちゃんたちも怨霊の相手をしてくれてたんだろ。ありがとな。城はコッパみじんか。ええ、落下を阻止できて本当によかった。ああ、まったくだ。ん？これは？なんだその黒い石は。嫌な光を放ってるな。人を悪しき夢に変える石。多分この石が月子お姉ちゃんを変えてしまったの。なんだって。これが元凶でしたか。強烈に横島の波動を感じます。うつしおのものではありません。汚れた悪しき呪いの宝石です。指揮者を、こいつのせいで月子がああなったのか。どこのどいつがこんなものを。さあな。だが油断はするな。案外敵はお前の近くにいるかもしれない。光太郎お兄ちゃんなら大丈夫だと思うけど、気をつけてね。さて、それじゃあそろそろお別れだ。名残惜しいが、また別の世界へ行かないとな。行っちまうのか。まだお仕事たくさんあるの。そう、もうそんな時間なのね。あんたたちには世話になった。礼を言うよ。私からもお礼を申し上げます。マイトさんにもよろしくお伝えください。ボーン長久を祈っております。光太郎のことは心配しないで。手取り足取り私が面倒を見るから。さん、あなたって人はまたそんな。そんな何？言えないんでしょう。言えないなら黙ってらっしゃい。不潔です、とにかく不潔です。えっ、お兄ちゃんモテモテね。確かにこれなら心配ないかな。ま、さよちゃんも頑張れよ。光太郎は俺に似て女を見る目はあるからな。どういう意味なんだ。どのような意味ですか。さて、それは自分で考えるんだな。青少年よ、生きることは学ぶことだぞ。
それじゃあ、いつかまた会おう。ふみこお姉さん、猫さんのお世話お願いしていいですか？ミュンヒハウゼンに命じておくわ。それくらいの恩義は感じてるから心配無用よ。ありがとう。それじゃバイバイみんな。行っちまったか。気持ちのいい人たちでしたね。また会うわ。必ず。またね。さ、帰りましょう。月子さんを病院に連れて行かなければ。よし、行こう。高雪さんとメイちゃんが去って数日、事件は一応の一段落を迎えた。城は結局落ちずに済んで、被害は最小限に抑えられたと神霊庁の役人たちは言ってたらしい。怪我人や犠牲者もたくさんいた。でもこれで済んで幸運だと連中は抜かした。バカにするなと怒る俺に、キムさんが、一歩間違えればもっと犠牲者が出てました、努力の成果なのは確かですって言ってくれた。そうなのかもしれない。最悪よりは良かった。確かにそうだとは思う。けれど本当はもっといい方法があったんじゃないかとも思う。バカな俺にはわからないけど。先輩、先輩、先輩、どうしたんですか先輩。あ、レイ？お見舞いに来てくれたんですか？あ、そっか。妹さんもまたこっちに入院してるんでしたね。あれ、どうしたんですか先輩？なんか元気ないですよ。あ、いや、考え事かな。先輩ってば、悪い冗談ですよ。先輩が考え事なんて。まあ、確かに似合わねえよな、俺に考え事なんて。お前、退院までどれくらいかかるんだ？8月中旬くらいまではかかりそうです。それでも応急処置が早かったから、治りも早いだろうってお医者さんが。でも結構元気になったんですよ。もうそこら辺散歩できるくらいになりました。だから僕はもう元気です。心配しないでください先輩。じゃあ遊びに行くのは8月の後半か。ちゃんと治すんだぞ。わーい、僕ちゃんとリハビリして元通りになりますから、改めて約束ですよ。うん、分かってる、忘れないよ。元通りか。どうしたんですか先輩。いや、なんでもねえ先輩。お、なんだ。いえ、なんでもありません。僕、これから検査があるんで失礼しますね。うん、そのうちそっちも覗きに行くよ。まあ、
嬉しいです。先輩にお見舞いに来てもらえるなんて。待ってますね。それじゃ行きます。今日も暑くなりそうだな。ただいま。光太郎さん、お帰りなさい。どうぞ。暑かったでしょ。うん、サンキュー。外は暑かったよ。地球温暖化かな。助かった。思ったより喉乾いてたみたいだ。月子さん、まだ意識が戻らないのですか。うん。でも大丈夫だ。あいつのことだから、ある日ひょっこり起き上がってくるさ。どうしてです?さよたん?レイさんからさっきお電話をもらいました。先輩、無理に笑ってたと。あいつ…でも、レイさんに言われるまでもありません。光太郎さん、気づかないとでも思っていたのですか?どうして、悲しい時に悲しみを見せてくれないんですか?あの人の代わりにはなれないと、分かってはいます。でも、私はそんなに頼りないのですか?さよたん…さよ…たん…あなたは全部を一人で背負おうとしています。メイさんはあなたを太陽だと言いました。みんなに等しく光を与えて、凍えないように温かさをくれる太陽だと。あなたは何もかも全部自分で背負おうとしている。あなたがそういう人だと分かってはいます。でもそれなら、あなたが傷ついた時、誰があなたの傷を背負ってくれるのですか?さよたん、俺は…私に背負わせてください。さよたん…私は月子さんの代わりになれません。あの人のように光太郎さんと共有する思い出などないのだから。でもそれなら、せめてあなたと同じ荷物を背負って、同じ道を歩かせてください。あなたと同じ時を、私は歩いていきたいんです。さよ…俺…七夕の短冊で願ったように、私はあなたと一緒にいたいんです。あなたも、そう願ってくれたのでしょう。